皆さんこんにちは。コミット銀座の店主阿部です。皆様にご報告しなければいけないことがございます。この度コミット銀座ですが移転することとなりました。皆様すいません、ちょっと紛らわしいオープニングではあったかと思うんですけれども、はい、移転です。素晴らしい、はいはい、これを皆様にね今回ご報告したいなと思いまして、はい、今ちょっと動画撮らせていただいております。阿部さんの名演技いかがでしたでしょうか。演技ベタなんで、ね、はい、いろいろ聞きたいことあるとは思うんですけれども、まあ、今回阿部さんにちょっとね、はい、その移転について少し、はい、聞いていきたいかなというところと、はい、あさって3月22日からCTG コミットサンクスギビングが開催されるんですけれども、はい、その10日連続 YouTube ライブの初日3月22日に、まあ、この新社屋についての内容、これをね YouTube ライブで細かくちょっとお話ししていきたいかなと思いますので、詳細はまあそちらぜひねちょっと見ていただきたいんですけれども、まずはちょっと大枠のところで、はい、阿部さんに僕が質問していこうかなと思います、はい、まあ、移転するということで、はい、場所はですね、はい、今6丁目なんですけど、うん、新店舗は1丁目に、はい、ちょっと有楽町側寄りというかね、そう、どっちかといえば ね、移転の時期というのはどのぐらいですか、はい、ゴールデンウィークを今目安で、うん、まあ、ゴールデンウィークあたり、はい、全国ぐらいをそのあたりで考えて、そうですね、まあ、もちろん明確にね、うん、ちゃんと日にち決まったらお伝えはするんですけれども、大体今そのあたりを目安にしてるということで、はい、でももうあと2ヶ月ないぐらいですね、実質2ヶ月ないですね。そうですよね、そうですね、まあ、一応その時期に、まあ、移転っていうのはする予定でございます、はい、まあ、本当に今ありがたいことにですね、たくさんのお客様がご来店してくださいまして、はい、まあ、現状の、まあ、店頭でどうしてもちょっとお客様受け入れられる人数が限られてしまったりしていて、はい、やっぱり忙しい時なんかは外でね今ちょっと入場制限も含めてお待ちいただいたりもしている状況でございますので、まあ、ちょっとそんな状況がずっとね続いてしまうっていうのもお客様に僕らの最高のサービスがちょっとできないということもありますので、移転ということを、まあ、機にいい空間で時計を見ていただけるっていうのを、まあ、やりたいかなということもあって、今まで以上により良い、ね、サービスを、ね、はい、ご提供していくということで、うん、はい、来店した際にはたくさんのお客様にご来店していただきたい次第でございます、はい、今ちょうど、まあ、内装のねいろいろ工事をしているんですけれども、まあ、皆様にちょっといろいろ聞きたいというかご意見いただきたいなというのがあって、こんな設備があったらいいなとか、こんな、まあ、サービスがあったらいいなとか、まあ、そういうなんかご要望があったらぜひちょっと意見が欲しいんです、皆様ご意見が欲しいなと思いまして、はい、もちろんあの全部ね反映できるかは分からないんですけれども、反映もさせていただきたいなっていうのがあるので、はい、まあ、寄り添った形で、はい、新しい店舗としてできたらいいなと思っておりますので、そのご意見を先ほどちょっと冒頭でもお話しした3月22日の YouTube ライブ、はい、これのチャットのところにですねぜひ書き込んでいただければ非常に嬉しいなと思いますので、ご参加よろしくお願いいたします。お願いします。今回は移転について、はい、発表させていただきました、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。